連合軍軍世紀、朝鮮、朝鮮半島の連合軍軍世紀は、朝鮮の歴史において、第二次世界大戦で、朝鮮総督府が降伏した1945年9月2日から、大韓民国、韓国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が相次いで建国される1948年までの間、連合国に過国軍による占領統治が行われていた時代である。 この時代以降、朝鮮は38度線を境とするの時代を迎えることになる。同時期に連合国が占領統治を行ったオーストリアやドイツと異なり、連合国は新宅統治を予定する朝鮮に中央政府や占領統治を統括する機関を設置しなかった。そのため、冷戦が激化する中で統治者のアメリカ軍とソビエト連邦軍が 統一的な施策を行わず、朝鮮は最終的に資本主義陣営、大韓民国と共産主義陣営、朝鮮民主主義人民共和国による分断国として独立する事態を迎えた。第二次世界大戦中の1943年、連合国の米英、中首脳はエジプトのカイロでカイロ会談を開き、会談後に発表したカイロ宣言で当時日本の 植民地支配下にあった朝鮮へ、大戦後に自由かつ独立のもたらしむることを宣言した。1945年2月、ヤルタ会談で、米、英、ソ連首脳は、ソ連対日参戦に関する極東密約、ヤルタ協定を締結し、その中で戦後朝鮮を当面の間連合国、米、英、中、組織国による、新択統治下に置くことを取り決めた。 1945年8月9日、ヤルタ協定の基づいてソ連は対日参戦を行い満州国及び朝鮮、環境北道へ侵攻を開始する。8月14日に日本政府はポツダム宣言を受諾し降伏する旨を連合国側に通告するが、ソ連の侵攻は9月2日に日本が正式に降伏するまで続き、満州、現中国等北部、 南からふと、千島列島及び、朝鮮半島北伊38度線以北、北朝鮮を占領するに至った。8月13日、アメリカの中モスクワ特使、ポーリ、ポリーと、中祖大使ハリマンは、ソ連が朝鮮半島に野心を持っていることを理由に、朝鮮及び、満州の速やかな占領を、トルーマン大統領に建議した。しかし、8月14日に、 日本政府からポツダム宣言受諾の通告を受けた時点で、すでにソ連は満州と朝鮮北部に進駐を開始しており、主力がフィリピンにあるアメリカ軍を両地域へ即時投入することは現実的との理由から、この提案は黙殺された。ただし、朝鮮半島をうやむやのうちにソ連に占領されるのを防ぐため、国務、陸軍、 海軍調整委員会のディーン・ラスクとチャールズ・エイチ、ボーン・スイール・サンは、北緯38度線で、米ソの占領地域を分割するという案を策定し、8月14日にトリューマン大統領の承認を受けた。この案はソ連に提示され、8月16日に同意の返答を受けた。8月17日には、一般命令第1号、英語版によって、 38度線以北の日本軍、朝鮮軍は、ソ連軍、赤軍に、以南は、アメリカ軍に降伏することが決定された。この命令は、ポツダム宣言を受諾した日本に伝達され、9月2日の降伏文書調印後に大本営によってこの方針が、指令された。アメリカ軍は8月25日から、朝鮮半島の北緯38度線以南、南朝鮮への進駐開始し、 9月9日に、慶城府で、朝鮮総督府から、降伏文書に署名を受けた。1945年8月15日、玉音放送によって、日本の降伏が朝鮮を含む日本全土に伝えられた。これに先立ち、朝鮮総督府は、政務総監の遠藤隆作が、治安維持のために、朝鮮人への行政権の異常を決め、朝鮮独立運動家の両運協に接触を、 図っていた。そのため、玉音放送を聞いた、両雲教はその日のうちに、安在広志らと共に、朝鮮建国準備委員会、県順を結成し、組織的な独立準備を進めた。その後、9月2日に、日本政府が降伏文書に調印、正式に日本が降伏したのを受け、両雲教は、李正万を、大統領、自身を副大統領とする。 朝鮮人民共和国の建国を9月6日に、ことした。だが、賢順は独立の方針をめぐって、右派、民族主義者と左派、共産主義者が対立して混乱した上、当時中国で活動をしていた大韓民国、臨時政府関係者も、朝鮮の正当な政府としての府から、朝鮮人民共和国への協力を拒否した。結局、アメリカ及びソ連は、 朝鮮人が自主的に樹立した政府に対して一切の政府承認を行わず、9月7日には米軍司令部が朝鮮における軍政実施を宣言し、朝鮮の即時独立は明確に否認された。9月9日の朝鮮総督府の降伏後、北朝鮮でソ連軍、赤軍が南朝鮮でアメリカ軍が軍政を開始し、共産主義体制、資本主義体制を 各々の支配地域で確立していった。米ソ対立、冷戦が激化する中で、核軍政下の南北朝鮮は対立が激化し、最終的には1948年にそれぞれ分断国家が誕生した。互いに朝鮮半島全土を領土であると主張する分断国家は、それぞれの朝鮮一論を掲げ、北側指導者の金日清は国土管政を 南側指導者の李承晩は軍事力の行使をも視野に入れた北新統一を唱えた。互いを平等しようとする両政府は1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争によって実際に感化を交えることになる。ソ連軍政は以前から存在した共産主義系の独立運動組職を包容し主要な新日派人士やソ連軍政に非協力的な 民族主義者を弾劾、粛清していった。同時に、ソ連軍勢は当時少数の勢力に過ぎなかった。近日成の旧東北抗日、貫ネ軍一派、後の満州派を徴用し、朝鮮国内派、鉱山派、南楼党派や中国派といった他の共産主義文派たちを、近日成率いる朝鮮共産党、後の朝鮮労働党の下へ強制的に編入させた。 1946年1月から米ソが朝鮮での新宅統治実施をめぐって共同委員会を開く中、北朝鮮では全体を統括する朝鮮人の行政機関として2月8日に北朝鮮臨時人民委員会が設立され、1947年2月20日には正式な行政機関として北朝鮮人民委員会に再編成された。その後、10月20日に、 米ソ共同委員会が最終的に決裂すると人民委員会は11月18日に第三次会議を開催し憲法制定委員会を樹立して北朝鮮独自の憲法制定に着手した。1948年に入り南朝鮮単独で総選挙を実施する動きが起きると人民委員会は南朝鮮労働党を通じて選挙の妨害活動に出た。だが 5月10日に南朝鮮単独総選挙が強行されたため、人民委員会は南側単独の新政府に対抗するべっこの政府樹立を急いだ。8月25日、南北朝鮮を対象とした大議員選挙を行って最高人民会議を設立し、9月3日には朝鮮民主主義人民共和国憲法が公式託された。そして9月9日に、 近日政を主犯とする朝鮮民主主義人民共和国の建国が宣布されて社会主義政権が発足した。10月12日にソ連の承認を受けることでソ連軍政は集結した。1945年8月25日、アメリカ軍がニガワ府から南朝鮮への上陸を開始し、9月7日にアメリカが州国極東軍司令部が 南朝鮮に軍政を敷くこと宣言する。同日、夜間通行禁止令が出され、1982年に解除されるまで続くことになる。アメリカ軍は、1945年9月9日に、京城府で朝鮮総督府から降伏を受けると、総督府の統治機構を接収し、9月11日に、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁、ユザムジー県を新設して、 南朝鮮の直接統治を単用になった。しかし、アメリカの軍政庁は、現地の事情に疎く、朝鮮を効果的に統治する経験も能力も、有素なかったことから、朝鮮総督府に従事していた、日本人や、新日派の朝鮮人人士の一部をそのまま登用し、実質的には、朝鮮総督府の統治機構を継承した。1945年12月6日、 アメリカ軍政庁は、南朝鮮にある、日本政府財産及び、日本人の私有財産の募集に着手するとともに、朝鮮在住の日本人の引き上げを推進した。1945年12月、ソ連のモスクワで開催されたモスクワ三国外相会議にて、朝鮮を、米、英、ソ、so、14カ国の信託統治下に、最長5年間置くことが決定された。 だが、東亜日報が、ソ連、信託統治を主張アメリカは、即時独立を主張と誤報したことで、信託統治に反対、反択する大韓民国臨時政府系の右派、民族主義派と信託統治に賛成、三択す両運教ら左派、社会主義派との対立が激化した。1946年1月7日、李承晩が、信託統治の反対声明書を発表。 その直後から形状にて開催された第一次、米ソ共同委員会は、反拓派の扱いをめぐって、米ソが立したため同年5月8日に、無期限休会となった。事態を打開しようと、中道左派、中道右派による左右合作運動が行われたが、左右両派から暗卒などのテロによる妨害を受けて、運動はが開した。米ソ対立を受け、アメリカ軍政は、 共産主義勢力への取り締まりを強め、四十六年五月八日に、南朝鮮警察が、朝鮮共産党本部ビルを捜索させ、党員による、朝鮮銀行百円券の大量偽造が発覚したと五月十五日に、表した。アメリカ軍政はこれを機に、共産党の非合法化に転じ、九月には、僕県営などの指導者に逮捕状が出たため、僕県営は北朝鮮臨時人民委員会が、 樹立されていた北朝鮮に越北し、平壌から南朝鮮労働党、南労党を指導して、右派との抗争を行わせた。1946年10月1日、テグフで南労党の先導を受けた南朝鮮人230万人が、アメリカ軍政に抗議して放棄し、多数の犠牲者が出た9十0月事件。この頃から、南朝鮮では、南朝鮮国防警備隊、 後の韓国軍や南朝鮮警察による共産勢力取り締まりが過熱になり、極右団体の西北青年会による白色テロも公然と行われた。新宅統治問題をめぐって1947年5月から第二次米ソ共同委員会が開かれたが10月20日に再び無期限休会となった。そのため、米国は米ソ共同委員会での問題解決を 一方的に断念し、朝鮮独立問題を国際連合に移管した。米国は国連の監視下で南北朝鮮総選挙を実施するとともに、国会による政府受立を監視する国連臨時朝鮮委員団、アンコッ区を朝鮮に派遣するという日下げを国連総会に上帝し、11月14日に賛成43秒、反対9票、危険6票で可決された。 これを受けてアンコックは、翌1948年1月に、朝鮮入りし、南朝鮮で、立承版や緊急など有力政治指導者との会談や、総選挙戦の可能性調査などを行った。アンコックは1948年2月20日に、国連オフサ会へ、国連臨時朝鮮委員団が、任務遂行可能な地域、南朝鮮での単独選挙実施案を提出し、 2月26日の国連オフサ会で賛成31票、反対2票、危険11票の賛成多数で可決された。国連の議決により5月10日に暗黒区の監視下で南朝鮮単独で総選挙が実施されることが決定したが、それは新政府の統治が南朝鮮のみに限定され、朝鮮の南北分断が固定化されることを意味していた。そのため、 朝鮮の即時独立を主張する反拓派も南朝鮮単独政府の樹立を認める理性版、韓国民主党派と南北統一政府樹立にこだわる緊急、反民国臨時政府派に分かれ、このような政治的対立から南朝鮮は騒乱状態となりストライキや主要人物の暗殺が相次いだ。アメリカ軍政、韓国民主党の単独政府樹立強行の動きに対して、 1948年3月12日には、独立運動家の緊急、緊急職、緊章宿、長祖上がるらが、南朝鮮の単独総選挙反対声明を発表し、同じく南部単独選挙に反対する北朝鮮人民委員会と協調する動きを見せた。また、同年4月3日には、単独政府の樹立を認めない。 最終島民や左派勢力などによる最終島4.3事件が起きるが、アメリカ軍政は、南朝鮮国防警備隊、警察、西北青年会などの右翼を朝鮮半島から送り込んで、反乱住民の鎮圧を図った。その際、鎮圧部隊による島民虐殺が多発したため、少なくない島民が難を逃れようと日本へ密航して、在日韓国人となった。 1948年5月10日、アンコックの監視下で600人を超えるテロ犠牲者を出しながらも、南朝鮮では政権国会を構成するための総選挙が実行された。政権国会は、李正万を議長に選出し、7月17日に政権憲法を制定したほか、大統領選挙で李正万を初代大統領に選出して、独立国家としての準備を請求に進めた。 それら準備を経て、1948年8月15日に、李承万大統領が、大韓民国政府、大韓民国第一共和国の樹立を宣言、実行支配地域を38度線以南の朝鮮、半島のみとした大韓民国の独立とともに、公式的には、ありか軍勢が廃止された。ただし、アメリカ合衆国政府による韓国の独立承認は、遅れ。 大韓民国政府承認の批准案がアメリカ合衆国議会で可決されたのは1949年1月のことであった。1948年9月22日には独立国家大韓民国として反民族行為処罰法を交付し、反民族行為特別調査委員会を設置して新日派の粛清をはじめとする過去との決別を図った。しかし、 新日派生産事業は1950年に追求が不十分なまま活動を停止したため、その後の韓国社会に少なくない影響を残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。